いと思います。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、フジロクです。今回はローストチキンを生ライブでレッスンしたいと思いますので、ぜひコメントなどよろしくお願いします。では早速、こちら説明していきます。今日は基本のローストチキンといいまして、動画の下の概要欄にもリンクを貼ってあるんですけど、以前動画で公開したものになります。以前動画で公開した昨日かな、公開したものをライブでレッスンしますので、ぜひね、わからないとこだったりとか、アレンジの方法だったりとか、はい、皆さんにシェアできたらいいかなと思います。はい、今回こちら材料こちらです。阿波踊りの骨付きもも肉ということで、ここで登場する皆さん、阿波踊りご存知ですか？はい、今日はね、これがおすすめのお肉の一つなんですけども、徳島県の地鶏ですね。はい、すごく美味しい地鶏でね、私もちょっと恥ずかしながら知らなかったんですけど、阿波踊りという鶏、多分ね、もしかして皆さんも食べたことあるかもしれないです。なんと出荷量が日本一なんだって、200万羽を超えているそうです。なんかようわからんけどね、その万倍割れだってね。はい、日本で一番出荷して一番食べられているそうです。はい、なのでなんか地鶏って言ったら、多分阿波踊りが使われているかもしれないですね。はい、その阿波踊りという鶏肉の骨付きもも肉を今日使っていきます。で、調味料ですが、ニンニクのすりおろし、あと生姜のすりおろし、はい、そしてお醤油、酒、ごま油というシンプルな味付けになっております。で、今日は基本のローストチキンなんですけども、動画がね、概要欄のところにあるんですが、概要欄の動画は、オーブンで作っています。で、オーブンで作ったやつね、皆さん見ていただいたら分かると思うんですけど、美味しそうだったでしょ。オーブンのやつは今からやっても皆さん動画で見たら分かると思うんで、今日はフライパンでやりたいと思います。今日はフライパンでやりますので、ぜひオーブンない方もできますのでね、はい、しっかり見てお家でやってみてください。はい、じゃあ早速手元を見ていただきましょう。やっていきたいと思います。コメントもね、チャット見てますので、ぜひコメントよろしくお願いします。あ、岡野さん、はい、こんにちは、ありがとうございます。配合を見せます、本注文しました、ありがとうございます。そうなんですよ、全然関係ないんですけどね、六先生の頭の中、レシピなし配合を見せます本って言ってね、こんなのが発売中でございます。動画の概要欄からポチッと買えますので、買ってみてください。これ恐ろしい数のレシピが載ってます。レシピとか配合のみですけどね、はい、136個載ってます。はい、これね、びっくりするぐらい増刷したんですよ。あんなに売れると思ってなかったんでね。はい、みゆきさんも、はい、こんにちは。まきさん、こんにちは。ちかこさんも、はい、ありがとうございます。あ、はいはい、はつみさんも間に合いました。はつみさん、そっち夜でしょ。はい、あ、ポチしました、ありがとうございます。うん、あ、阿波踊りの手羽元で煮物を作ってます。あ、すごい。あ、長野にも売ってますが、もも肉が半分で高い。あ、そうですね、長野にも進出してるらしいよ。ということで、今日はこちらの阿波踊りを使っていきます。はい、こちらですね、徳島の地鶏、はい、阿波踊りでございます。阿波踊りって聞くとね、踊る方の阿波踊りを想像される方多いと思うんですけど、これは阿波のおこの鳥で阿波踊りです。はい、で、これを使っていきます。まあ、何がいいかって言ったら、やっぱね、美味しいよね単純に美味しいから、なんて言うんでしょう、ちょっとね、他のやつが食べれなくなってしまう。はい、ということで、これです。結構大きいんですよ。え、みんなクリスマスのチキンってこんなに大きいもん？手のひらサイズぐらいあります。大きいです、結構大きいやつですね。で、この阿波踊りなんですけども、ね、これね、普通に皆さんお家で鶏肉焼くとき、骨付きのやつってね、こんな感じなんですけど、多分ね、スリットっていうのが入ってるんですよ、売ってるやつ。でも今回私は皆さんにちゃんと料理してほしかったんで、概要欄から買えるものに関してはスリットって言ったら、こう切り込み入っておりません。はい、みんなにやってほしかったんで、ということで、今からここに切り込みを入れていきます。ここに骨が通ってるんですよね、ここね、わかる？ここだいたいこういうふうに骨が通ってるんですけど、骨のちょっと内側を切って開いていくということをスリットを入れるって言います。スカートのスリットと一緒よね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんな感じ。パカッと開いていくだけ。よいしょ、よいしょ。あ、終わりました。はい。で、スーパーで売ってるやつは、だいたい開いてくれてるのよ。うん、だいたい開いてくれてるんやけど、皆さんはこれお家でやってほしいのと、あと、さっきね、私自分でやってたんですけどさ、これみんなわかる？開いたらちょっと血がさ、ついてるの分かるかな、ここ。
これね、あの気になる人は取ってください。ここの血の部分、私なんか小学校の時になかったの、高級食でローストチキンなかった？なかったん？ハノラはないんか覚えてない。学校給食でさ、ローストチキンで私血まみれのチキンを食べた経験があるんやけど、やっぱね、鶏肉ってこう血の塊がねあるのよ。これが嫌なので取ります。ちょっと私はこのなんか食べた時に血が出てくるのが生々しくて嫌なんで、なんかこの血液の塊、なんか動脈ようわからん、これを取る。はい、これほらほら、これ嫌なのよ私。これはちょっと取ります。あ、どっちでもいいよ、気にしない人、ワイルドだぜの人は取らなくていいよ。こうね、こう焼いた時にこうちょっと血がさあるのがちょっと嫌なんですよ私はね。だから自分で切り込みを入れて自分でお掃除したいのよ。はい、こんな感じね。血の部分だけでいいです。なんかこうちょっとこう血液がついてたらなんか嫌やん、焼けてないんちゃうかとか思ったりするしね。はい、こんな感じでいい感じにお掃除をしました。お掃除って言ってもね、血の部分だけで、でなんですよ、こっからなんですけど、阿波踊りの鶏肉は、はい、あの私何回も何回もいろんな動画で言ってるんですけど、この脂の部分は臭いから取ってねって言ってるんですけど、取らなくていいです。あの阿波踊りさんは脂が美味しいのと、あと臭くないです。ちゃんと育ててくれてるので、量産型じゃなくってね、あのしっかりこう広いところでいい餌食べていい環境で育ってる子なんでね、脂が臭くないんですよ。うん、まあ、だからね、もうね、つけてた方が美味しいので、むしろ例えばそうよね、高級な和牛でロースとかカルビとかって油美味しかったりするじゃないですか。それと一緒で、物がいいんで油の質もいいっていうことですね。で、質がいいので、もうこれは取らずに、たださっきやった血のやつは私は取りたかったから取りましたということで、はい、これで一応下処理完成です。めっちゃ簡単でしょ。開くだけで、開いたとこにちょっと血があったら取るだけということです。で、できたらこれを今から袋に入れますね。はい、あ、袋に入れる前にさっきやろう。はい、ニンニクと生姜、こちらをぬりぬりしていきます。よ、ニンニクと生姜、よいしょよいしょよいしょ、ニンニクと生姜、これすりおろしです。ぬりぬりしていきます。内側だけでいいです。あの鶏肉の料理の基本なんですけど、皆さんよかったら覚えとってください。皮に味付けしても意味がないです。皮に味付け、なんかお魚とかって表裏とか豚肉とかも表裏に味付けするでしょ。鶏のこっちの皮の部分って味入らんのですよね。だから入らんから、もう内側だけでいい。で、内側にこうやってニンニクと生姜をぬりぬりしてあげます。で、それができたら袋に入れますね、このお肉を。で、あとは調味料を入れてもみもみしていきたいと思います。はい、で、この袋の中にですね、調味料をどんどん入れていきます。お醤油、醤油が大さじ1、お酒が大さじ1、はい、ごま油が大さじ1以上、111なんでめっちゃ簡単で、これをもみもみして30分から1時間はちょっと休ませてほしいかな。やっぱ30分でも全然いいんですけど、やっぱね、時間長い方が味がしっかり入って美味しいので、30分から1時間ほどこれでもみもみして寝かせておきます。冷蔵庫で寝かしておいてください。肉と辛いと思うんで、できるだけ、まあ、半日が限界かな。お昼に漬け込んで夜焼くみたいな感じかな。はい、肉大きいですね。そうでしょう。このお肉はね、基本350らしいですよ。 350g あるって言ってた。大きい。何センチあるの？え、わからん。ちょっとあっさん物差し持ってきて何センチあるんですかって、焼く前にちょっと測るね。大きいんですよ。だから1人前でも結構大きいから、 1.5 人前から子供とかだったらこれで2つぐらい食べれるんじゃない？はい、あ、定規が登場しました。何センチですかっていうコメントが来てたので測りますね。あ、30はあります長いね。こうピシッとするとだいたい30センチ近くありますね。 28.5 センチです。はい、
28.5cm あります、はい、グラムは350です、はい、結構量が多いです。はい、コメントもねちょっと読んでいきますね。さあさあ漬け込んだのがねもうちょっといい感じなんで、これを置いておいて、できたやつがあるので今日はそのできたやつを焼いていきますね。こんな感じで皆さん漬けたら冷蔵庫でもどこでも入れといてください。はい、 OK。 これね、 できたやつ差し替えます。ちょっとあつさんこれ冷蔵庫で、ね、下でできたのがこちら、はい、ちょっと漬け込みました、こちらですね、はい、漬け込んだやつがありますのでこれで調理していきます。で先にちょっとコメント返しますね。はー、はいはい、阿波踊りの偽物はありますか。あのね言ってたんですけど、あのジャスの企画撮ってるらしいんですよね。でジャス企画のなんか食品部門で第1号なんやって、すごない？すごいよな。一番最初に撮ったのが阿波踊りらしくて、でこの阿波踊りの偽物が絶対出回らんように、なんて言うんでしょうね、すごい県とかあの業者さんがね、しっかり管理されてるので偽物はないみたいです。すごいね。まずそういう風に偽物が出回らないように、その伝票、生まれたところからもう卵の状態から管理されてるらしいよ。すごいね、もうなんかマジで箱入りよって言ってましたよ。さあ焼きながらコメントも返していきますね。はい、さあ今日は、オーブンで焼く方法を動画ではシェアしているんですが、オーブンめんどくさい、またはオーブンないという方のためにフライパンで焼いていきます。火加減中火ぐらいかな。はい、これで焼いていきますね。だから偽物はないって言ってたよ。うん、お肉綺麗でしょ。ありがとうございます。綺麗ですよね。本買いました。ありがとうございます。はい。はい、あやこんださんも、はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、自撮り何グラムですか？これは350です。大きいです。はい、お掃除がいらないんです。そうなんです、おかなさん。これがね、掃除いらずで。今、包丁をね、包丁じゃない、フライパン温めてます。はい。鳥の血って嫌です。そうそうそう、嫌なんや。私嫌なんや。だから撮りました、今日。はい。見た目も違いますね。そうなんですよ。さあ温まってきたので焼きます。はい、オーブンの場合はそのまま焼いてくださいっていう感じなんですが、フライパンで焼くと、まあ、このタレが焦げるんでちょっと拭きますね。よいしょ、ちょっとだけ拭かせてもらいます。キッチンペーパーで、キッチンペーパーで若干ふきふきして皮から焼きます。ふきふきいきます。ええ音。でこのタレが残ってます。皆さんビニール袋のタレ残しとってください。最後にかけますよ。はい、お肉はふきふきしてます。皮からパリッと焼いていきましょう。火加減中火ぐらいです。パリパリに焼いていきます。焼きながらコメント返していきますね、はい、今使ってるのも本物で安心しました。そうですね、私の動画に、畜産研究所を訪問したって言ってね、阿波踊りの研究されてる方、はい、がいらっしゃるんですよね。一般の方はねなかなか立ち入れるようなところじゃないんですけど、許可をいただきまして取材を行ってきたんですが、そこの動画見てもらったら分かると思います。なんでこう阿波踊りの偽物が出回らないかっていう、その工夫ですね。はい、どんだけ厳しい環境で育てられているかっていうのは動画で全部分かるようになってますので、よかったらね畜産研究所と鶏舎訪問っていうね、阿波踊りを育てているところに訪問したよっていうやつ見てみてください。さあまだちょっと焼いていきます。裏ちらっと見たらまだ焼けてなかったんで、しっかり焼いていきますね。ちょっとお醤油がね焦げやす
いんで気をつけておいてください。お醤油焦げやすいです。あ、さかこさんも、はい、どうも先生こんにちは、ありがとうございます。あ、レイさんスーパーチャットいつもありがとうございます。久しぶりにライブで先生見れて感激。そうなんですよ、ライブ久々でね。最近ちょっと私 YouTuber っぽくない？みんな気づいた？ちょっとみんな私の動画見てくれた？あのちょっとあの面白編集、みんなちょっと面白いって言ってよ。めっちゃ頑張ってね、夜中に編集してるんですよ最近。いや、まだやな、もうちょっといくね。ごめんね、みんなじらして。ちょっと野犬部分があるんで、ここをジューしておきますね。朝換気扇をお願いします。30センチ、そうなんです、びっくり大きいんです。大きいでしょ、ほら見てよ、大きいんですよ。食べ応えがあるからね、値段だけで考えると、え、ちょっと高いかもってなるんですけど、地鶏で油も美味しくってって考えたら、まあ全然美味しいし安いし、なんて言うんでしょうね、まあ質より量の方にはありかもしれんけど、全然ね私は価値あると思いますよ。さあ焼きながら、はい、こんな感じで油が出てきます。これ拭いてあげてください。余計な油ね、飛び跳ねる原因にもなるしね、はい、余計な油を取ってヘルシーにパリッと焼き上げます。まだやで、まだ焼くで。鶏の皮はしっかりパリパリに焼いてください。生っぽいがいいんだったら生っぽいでいいんですけど、あ、いいと思います。ではひっくり返します。お醤油が非常に焦げやすいので中火と弱火の間にしました。はい、いきます。3、2、1。うわー、うまそう。うまそう。見て、ほらパリパリ。はい、こんな感じで焼いてください。火加減中火と弱火の間にしました。お醤油が焦げるので、あの強火でいくとね、あの焦がしてしまうので気をつけてください。オーブンの場合は火加減気にしなくていいんですけど、フライパンの方は気をつけて焼いてくださいね。はい、こんな感じでちょっと油とかも吸い取りながらいい感じに焼きましたよ。そうしたらこれを今から弱火です。火加減すごく弱火にしてください。なんでね、お肉今ちょっと2円ぐらい弱火やね。はい、お肉ね、分厚いで火が入らないので、はい、これができたらちょっとひっくり返してお肉の方、皮は結構ねパリッと焼くんですけど、お肉はねじっくりゆっくり焼きます。弱火にしていただいて蓋して最低でも5分、長かったら10分かかる場合もあります。見分け方は後で言いますね。はい、じゃあいってらっしゃい。はい、これでちょっと5分間はい蒸したいと思います。その間にね、ちょっと、質疑応答とかね、コメントとかを返していきたいと思います。はい。じゃあちょっと、ホワイトボード戻りましょうかね。はい。5分間ちょっと放置することになるので、ちょっと待っておきます。みんな、びっくりしたでしょ？大きいよね。朝、ちょっとこれ洗ってもらって。私もね、びっくりしたのよ。阿波踊り。大きいですよ、や言われて、なんかね、そうそう聞いたんが、阿波踊りはそのもも肉が大きくなるように育ててるんだって。ブロイラーっていう、あの白い鳥さんいるでしょ、一般的な鳥さん、あれは海外から来てて、アメリカとかから来てて、でアメリカ人とかって胸肉めっちゃ食べるんだって。だから胸肉がいっぱい取れる鳥はブロイラーらしくて、でも日本人ってもも肉が好きだから、阿波踊りはもも肉の方が大きい鳥らしいですよって言ってました。はい、なので大きいんだって、もも肉が。だからね、面白かったのが、手羽先も手羽元もめっちゃ大きいの。手羽先めっちゃ大きかったよな。大きかった。手羽先みたいな、手羽先がほんまに人間の手ぐらいな。めっちゃ大きい。なんか普通の手羽先の 1.2、3倍、 1.5 倍ぐらいあるんで、もうすごいね、食べ応えがあって、なんかね、得した気分だったよ。はい、ということでね、コメントね、どんどん返していきます。今蒸してます、ありがとうございます。はいはいはい、行きましょう。素朴な疑問、お肉になる鶏肉は、あ、オスだけなんだろうかと思います。あー、あれね、私はちょっとそこまでわかんないです、すいません。どうなんでしょうね、オスメス関係ないと思うんやけどね。あ、踊る猫が面白かった、ありがとうございます。あ、練習のやつね。
よかった。ドゥンドゥドゥン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 のやつよね。あれね、もう気に入ってるんですよ。うん、あ、猫ダンスが面白くて何回も巻き戻ししてみました。ありがとうございます。はい。他の種類も販売ありますか？他の種類は来年以降になります。皆さんのよかったらここのコメントにね、他の種類の発売何がしてほしいかってコメントで打ってください。来年以降は、私も売りたくって、まあ、今回ね、こうクリスマスがあるし、クリスマスでこうチキンデビューを皆さんにしていただいたら、阿波踊りの美味しさがきっと伝わるんじゃないかなと思ったんで、まずはこの骨付きもも肉で、あ、美味しいっていうのを気づいてもらって、で、来年以降はなんかいろんな部位が変えたらいいなと思います。なので皆さんどんな部位が欲しいかっていうのはチャットの方にコメントお願いします。きっと取引先の偉い人もみんな見てるんで、これをね。はい。どこが食べたいかっていうのはコメントよろしくお願いします。はい。あ、大きさびっくり。はい。フライパンに入らない。そうなんです。めっちゃ大きいんでね。フライパン、大きいフライパンがいります。そうなんです。30センチなんで、1匹ずつしか焼けんかも。1匹っていうか1個。私1回2つ焼いたら全然焼けんかって入らんのですよ。足がぶつかってして。ね、だからね、大きいっていうのは皆さん頭に入れておいてください。なかなか焼けなかったです、私も。はい。確かメキシコに住んでいた時、もも肉あまり売ってなくて、胸肉が主流でした。あ、そうなんですね。メキシコね。まあ、海外は本当に、胸肉がすごく多いので、あれですよね。日本人はももが好きだから、ももに特化した鶏を作ってるって言ってましたよ。へえ、と思いますよね。あ、音を聞いてるだけで食欲湧いてきます。そうでしょう。あ、肉質はシャモに似てるプリプリ系ですか？はい、ね、ちょうど間です。阿波踊りっていう鳥はお母さんがブロイラーなんですよ。で、お父さんがシャモなんですよ。で、それのハーフなんで、こう、なんて言うんだろう、シャモって、なんかね、食べたことある方いらっしゃいます？地鶏で 100% シャモみたいなやつ。もう、まあもう、ものすごい食べ応えのやつで、親鳥に近い、親鳥も皆さん食べたことある？ものすごい噛み応えがあって、なんて言うんでしょうね、こう、しんどくなる。たまにね。疲れてる時とかね。だから、そこまではいかない。なんて言ったって、お母さんがブロイラーなんで、ブロイラーは多分皆さん食べたことある一般的な鶏肉ですね。はい。で、ブロイラーっていうのは結構柔らかめだって、お父さんが結構筋肉質なんですよ。だから、私も動画でね、言ってるんですけど、ソフトマッチョです。阿波踊り君はソフトマッチョ系なんで、程よい、感じ。誰？俳優で。俳優で歌う誰？ソフトマッチョなんですよ。あったやん、一時期 CM で。なんか、流行ってたやん。ソフトマッチョです。うん。だから、そんなにしんどくないです。すっごい、なんかプリンプリンっていうか、もう、プリプリかな。阿波踊りはプリプリやけど、もっとすごい地鶏だと、もうなんかプリプリ通り越してバルンバルンバルじゃないですか。バルーンみたいな。噛めへんみたいな。あんなんではないです。はい。だから、うちも子供が普通に食べてるんで、食べれると思います。ただ、やっぱりこう、ジューシーさ、あと、なんて言うんでしょう、旨味が全然違う。なんか他の鳥食べた時に、鳥やなっていうのがあるけど、美味しいなってまでいかないんですよ。鳥やなぐらいで。でも、阿波踊りはそこには美味しいっていう、こう、うまさがね、入ってますからね。はい。なるほどね。あ、メキシコの手羽元は毛がめっちゃついてた、臭かったと。はい。あれね、まあちょっとその衛生管理の問題じゃないかな。なんか私もそれね、聞いたんですよ、そのプロの方にね。たまに鶏肉買った時に鶏肉に毛がついてるじゃないですか、あれなんでですかって聞いて、そこの部分はね、 YouTube 上カットになってるんですよ。阿波踊りと全然関係なかったんで、話がで聞いたら、あれはなんかその日本ではあんまりないらしいんですよ。まあ、稀にあるかもしれんけどって言ってたんですけど、その、工場で、その、鶏肉をこう製造する工場があるでしょう。あれの工場の人が一個ずつ目で監視してるんだって。大丈夫かなっていうので、その、洗う温度だったりだとか、グラムだったりとかっていうのを機械で設定してとかするけど、まあ、それがミスったりしたら毛が残った状態になったりするっていうのを言ってたんですよ。だから、
あの多分メキシコ人が手抜いた結果やと思いますなんかそういうのは言ってたよ。あの機械でやってるんでまずそういうのはないんですけど、機械の設定ミスだったり、あと監視する人とかが見落としたりすると稀にあるかもしれないっていうことは言ってたんで、まあその海外のやつに関しては、まあ日本人ほど真面目じゃなかった人が、あ、なんかこうちょっと見落としたんじゃないかなかなっていうぐらいです。はい、憶測です、すみません。はい、あ、食べ応えありますね、ありがとうございます。そうなんです、作ってみてください。あ、そうですか、ありがとうございます。ランランリンリンさん、ありがとうございます。リンゴバターを作りながら見ました、ありがとうございます。はい、ハーフなイケメンな鳥、そうそうなんよ。誰俳優でハーフで、そうハーフがソフトマッチョなんですよ。ちょみんなちょあの例挙げてチャットで芸能人で言うたら言うでハーフなんですよ。お父さんが外国、あ、じゃあ日本人で、お母さんがイギリスやんな、確かイギリス人なんですよ。でソフトマッチョです。さあ誰でしょう、誰でしょうじゃないわはい、あ、オーブンで焼く場合は何度で何分ですか。はい、これはですね、あの動画の下の概要欄のところに貼ってあります。はい、基本のローストチキン動画バージョンこちらっていうやつが貼ってありますので、ぜひねそちらポチッと見てみてください。はい、200度で一応20分です。はい、200度で20分。はい、一応変えときますか、書くとこないな、やめた。はいあのね、変えてますんでね、あのもう一個の動画よかったらそっち見てみてください。でちなみにですけど、オーブンで焼くとちょっと焼き色薄いんですよ。だからオーブンの場合は焼いた後に、あの動画見てもらったら分かるんですけど、最後魚焼きグリルとかで表面パリッとさせました。はい、多分見ていただいた方が早いと思います。はい、そっちの方が分かりやすい、3分ぐらいの動画なんでね。まだ見てない方は動画の概要欄の基本のローストチキン動画バージョンってやつね、見てみてください。はい、そこが、オーブンで焼いてるバージョンで、今日はあのフライパンでお届けしております。あ、白田優也ってそういいと思う、いいと思うよ、白田優ねハーフやからな、うん、何のシンキングタイムなの今日はね、あの阿波踊りがイケメンだったらイケメンのハーフやけど誰だろうっていう、夢広がるわ、夢広がるな、白田優だって確かにな、確かにな、うん、あ、大雑把なところさすがメキシコ人、まあ多分そうだと思うよ。うん、なんか言ってました、なんかこう機械の設定がちょっとミスったか、あの見落としたかなんかだと思いますみたいなことをね、その言ってたんで、なんて言うんでしょうね、鶏肉が悪いんじゃなくてそれを蒸した人がミスっただけだと思いますよ、うん、じゃがいもと一緒に焼いてもいいですか。別がいいと思うな、じゃがいもは、私はそうね、別がいいと思うんだけどな、一緒になんか焼くっていうのはありやと思うんですけど、私はどちらかというとじゃがいもは一回茹でて油でカリッと揚げた方がなんかいい気がする。うん、別で作った方がいいと思います。なんかオーブン一緒に使うからってね、一緒にやる方法はあるんですけど、あれはターキーの場合やからね、焼き時間が長いんでターキーは、うん、じゃがいもがオーブンで20分は多分火入らないですよ。薄く切ったらいけると思うけど、基本的に根菜はあのオーブンで焼くよりは絶対ガス調理の方がいいので、茹でて揚げるとか茹でて焼くとかの方がいいと思うんで、なんか一緒に料理が入ってきた、2品できたよっていうんじゃなくて、もう鶏は鶏でやって、付け合わせは付け合わせでやるっていう風にやった方がいいと思います。はいはい、そんな感じでございますね。とあともう少しでね、多分鶏肉もいけると思うんですけど、あ、めっちゃいい感じ、いい感じに今蒸し上がってるんですが、はい、まあ、皆さんにちょっとリクエストというかね、ご相談がありまして、この放送はですね、明日も続きます、土日で、来週も土日で、再来週も土曜日日曜日に放送があります。で最後の日曜日の放送なんですけど、クリスマススペシャルレッスンということでね、ぶっちゃけて言うと内容決まってないんですよ。で皆さん何してほしいですか、リクエストあったらチャットの方に書き込みをよろしくお願いします。はい、まあそのチキンを使ったなんか別の料理でも全然いいし、一応決まってるのがですね、今日が基本のローストチキン、明日がハーブローストチキン、ハーブチキンですね。で来週の土日がハニーマスタードチキンと、チキンの柔らかトマト煮込み、
そして、12月7の土曜日、はい、再来週がサクサククリスピーチキン、はい、皆さんなんかこうそういうクリスマスチキンはあれでしょ、クリスピーチキンとか揚げたやつ食べる人多いですよね。これもできるんですよ実はね。ちゃんと衣も作ってなんかサクサクにして、でしかも骨の部分をスープにするね、2品作ります。はい、で12月8日が最終日なんですけども、日曜日の8は何作ろうかなと思って、皆さんが送ってくれたリクエストをもとに私レシピ考えますので、ぜひねこんなの食べたいっていうのを教えてください。できたら鶏肉で教えてほしいです。あのお菓子作ってほしいはもうめちゃめちゃわかるんですよ。私のチャンネルはお菓子のチャンネルなんでね、わかるんですけど、まあまあやってまあそのなんて言うんでしょうね、まあ簡単なデザートと鶏肉のなんかっていうのでできたらいいなと思うので、食べたいものあればリクエストお願いします。はい、で最近あの YouTube の投稿もね、毎日投稿頑張っておりますので、もしあの作ってほしいお菓子とかパンとか料理とかありましたら、あのコメントぜひよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ続き見てもらいましょう。ちょうど時間が5分ぐらい経ったので見てもらいます。じゃあオープンします。いきます。よし、もうね焼けてると思う。あ、さちょっとテキーラも持ってきます。いきます、3、2、1、てってれー、いくよ。あ、肉汁出てる、うまそう。はい、こんな感じでね焼き上がりました。はいはい、さあ焼けたかどうかは裏をひっくり返してチェックしていきます。裏をひっくり返してチェックしますね。で、あのお肉の一番分厚そうなところに包丁とか竹串とか何でもいいんですけど、こうプスッとこう刺してみてください。ギュッと刺します、奥まで。で刺してみて、こう押した時に透明の肉汁が出たら OK。 今出ましたね、すごい分かりやすかったと思うんですけど、こうお肉から血が出るの嫌じゃないですか、うん、だからねしっかりチェックします。もう一回いきますね。お肉に包丁を刺します。一番分厚さのとこ、えい。で刺したところを抜きます。抜いて押さえてみてください。ここから出る液体、ここ注目ね、ここから出る液体が透明であれば OK。 はい、どうですか皆さん、肉汁が、透明の肉汁が出ましたね。これがちょっとあのピンクっぽいものであれば、これ焼けてないので、なのでしっかりね焼いてください。はい、でこれね肉汁です。もうね使いましょう、せっかくなんで。では先ほど余ってたこれね、お醤油とかのこのタレもこの中に全部入れます。バーンで煮切っていきます。この時のポイントは鶏の皮の方が下になってます。皮が下がいいですよ。で火加減ちょっと中火ぐらいにしますね。でちょっとこれを煮切っていって絡めていきます。まあソースにするって感じですね、うん、はい、ぶわーっと沸騰させて、あ、いい匂い、これでとろっとソースがしたら OK ですよ。このとろっとはね、なんでとろっとしたかというと鶏肉のゼラチン質ですね。小麦粉一切入れてないでしょ。なんでとろっとするかって言ったらこんな感じです。はい、ということでございました。では取り出します。いきます。はい、まあ、まあ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 、ヘーテルが出てますな。いや、いいよ、いいよ、ソースかけちゃうよ。ああ、これはいけません、これはいけませんよ。こんな家で出されてみー、もうええ嫁やな言うて、うん、これやばない、これめっちゃうまそう、うまそう。もうね、香りをね、皆さんに伝えたい、うんうん、朝これ持っててもらっていける？フライパンだけ。はい、やば、うまそう
まあほんでね、ちょっとブロッコリーなんかもちょっとねペペッと添えてね、トマトなんか置いとったらまあもうこれで完成ですよ。パーンできた。結構簡単やったやん。はい、ということで完成です。皆さんぜひ作ってみてね。美味しそうでしょ。めっちゃうまそうじゃない。はい、今日使用したのは徳島県の地鶏の阿波踊りでございました。概要欄から購入することができます。こちらです。はい、概要欄からチェックしてみてください。はい、で、ね、概要欄多分チェックしてもらったら分かると思うんですけど、2つで1セット、2本で1セットになっております。はい、2本で1セットです。で、鶏肉だけでいいっていう人もいれば、多分レシピ本欲しいと思うんでね、はい、今週から始まる生放送のレシピが全て載ったレシピ本、これまだちょっと制作段階中なんですけど、こちらがついてくるバージョンもありますのでね、クリスマスチキンマスターっていうごちそうチキンレシピ集と鶏肉のセット、もしくは鶏肉だけのセットの2種類販売しております。予約受付中、12月9日までになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、購入方法もね全部こんな感じでね、はい、書いてるんですが、はい、まあ、特設ショップでどっちか選んでもらって、レシピ付きかレシピなしか選んでもらって、はい、皆さんの手元には12月の16日からだいたい20日頃に届きます。はい、ということになります。皆さんぜひね作ってみてください。今年のクリスマスはお家で作ろう、ごちそうチキンということでね、美味しいチキンなので皆さんやってみましょう。最後にさあ、ここからですね、これ YouTube のね動画でやってなかったんですけど、ここちょっとダサいから今から作ります。皆さんわかる？ここ、生々しい、ここ、はい、でもきっとこう、そう、ここすごく汚い、ここ、ここを今からちょっと工作します。ここもちょっとね皆さん多分気になると思うんで、今から工作教えますね。ほらあるやん、ようあるやつよ、よくあるやつを今から作ります。この足の部分がちょっとねダサいんですよね。なんか生々しいやん、足ですっていう、足ですっていう感じなんで、まずはアルミホイルでちょっと巻いてもらって、巻きました。これだけでもちょっとやっぱダサいよね。はい、なので次ね紙を用意してもらいます。ちょっと鶏肉、失礼します。はい、失礼します。はい、これ普通の紙です。普通の紙を、これ何 A4 の用紙を半分に切ってもらって、めっちゃ油が飛んでるけど、まあよい A4 の用紙を半分に切りますね。はい、でこの A4 の用紙半分に切ったまた半分に折りますね。わかりますか？で折ったら、この折り目のこっちの方ね、開いてる方じゃなくてこっちの方でこうチョキチョキと上1センチぐらい残してひだを作っていきます。こんな感じ。チョキ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 、はい、ほら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 、あできてきた。でこれはあと巻きつけるだけなんで、いやもう全然全然こんな難しいことやってない、そんな大したもんではないんですけど、まあ、こんな感じでね、ちょっと長すぎるな、これちょっと半分に切りますね。こんなにいらんかったわ、2個分ぐらいできるな。はい、ちょっと半分に切りました。でこれをよいしょよいしょと巻きつけて、ちょっと後ろでテープ失礼しますね。よいしょ、あーソースついたあーもうソースついたやん、もうまあソースがついたわ。もうみんなソース使うように気をつけてんの、やるな、やるな、やる直しやもんな、もうソースついたからちょっとね納得いかんよ、もうちょっと、うん、もうソース、そうソースが、ソースがついたから、もうソースが、もう一回しよう、テイク2。はい、でこれをですね巻きつけていきましょう気を取り直してね、うん、ライブやからな、そうよ、これをね、はいはい、こんな感じで巻きつけて、
いわ、いい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 、はい、でまあね、ちょっと後でリボンなんかを巻いてあげるといいんじゃないかしら、うん、あるとないだよね、うん、お母さんすごい感が出るやろ、うん、なんかお母さんすごいみたいな、でで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 、よし、おー、いいやん、ほら見て、お母さんすごない、すごい、こんなおかんすごいで、ほらほら、これはもう完璧、うん、クリスマス、はい、クリスマス来たよみんな、ぜひお家でここまでやってください、派手になったね急にね、バレたバレた、急に派手になったから、はい、ということでございました。わーかわいい、いいですね、はい、ということでございました。皆さんぜひ概要欄からポチッと、はい、予約してみてください。味もねすごい美味しいですからね、あとね何回も言うけどね、大きい30センチ、はい大きかったです、はい、ということでございました。見ていただいた皆さんありがとうございました。ちょっとチャットもねもう一回見ていきます。うん、あ、鶏の唐揚げが作りたい、そうですよね、唐揚げ気になるよね、はい、あ、辛いチキンですね、辛いチキンはやりますよ、最後のあのクリスピーチキンのところでね2種類やります、辛いチキンはやっていきます。あ、配合のみのレシピ本はですね購入できます、この後14時に多分あの公式 LINE の方から海外用のアカウントの発表がありますので少々お待ちください。鶏のコンフィ、え コンフィって言われた今、うん、はい、阿波踊りでできるかしら、ちょっと考えますね、はい、野菜と鶏肉のオーブン焼き、どうしたんみんな、野菜焼きたい、一緒に焼きたい、うん、いやぶっちゃけて言うけど野菜下処理ちゃんとしてからオーブンに焼くんやで、生の野菜切って焼いてるんちゃうんよあれ、全然違うからね、あとあれはターキーですからね、あの一匹焼くから時間がかかるから一緒に焼けるんであって、これ約20分なんで20分で野菜は焼けんよ、はい、多分みんな想像なんだろうね、やったことないから、あれはターキーです、でっかい鳥、でっかい鳥だったら焼ける、うん、だから野菜をめっちゃ薄切りにしたら焼けるけどね、薄い野菜だったら20分で焼けます。野菜はね焼くの時間かかるんですよ、だってあの何石焼き芋オーブンでやるんだったら軽く2時間くらいかかるからね、うん、知らんでしょみんな、やったことないからまあね、野菜もやりたい、野菜ね、はい、野菜言ってる人めっちゃ多いやん、夢壊すようであれやけどな、あれはねあの想像の料理あれはターキー様ですね、ターキー様で1時間コースですね、まあまあ考えるわ、とりあえず待っとこう、はい、いろいろ考えますね、まあ、唐揚げはいいと思うけどね、うん、唐揚げはすごくいいと思います、うんうん、ありがとうございます、あ、かなえさんポチッとしました、ありがとうございます、さすが、はい、フライドチキン、フライドチキンやるんですよ、はい、やりますやります、さっきもねあの何回も言いましたけどね、もう一回言いますね、はい、メニュー言っていきます、今日が基本のローストチキン、明日がハーブローストチキン、来週の30がハニーマスタードチキン、12月1日の日曜日がチキンの柔らかトマト煮込み、そして、12月7日がサクサクのクリスピーチキンですね、はい、フライドチキンとクリスピーチキン一緒です、はい、揚げるチキンがあります、はい、でそこで、ちょっと辛いバージョンのチキンもありますので、はい、クリスピーチキン、サクサクのやつ、フライドチキンっていうやつは全部一緒ですね、はい、なのでそれは12月7日にやります、はい、で12月8日何しようかなっていうことなんですけど、みんななんかあの野菜も一緒に焼きたいっていうことなんですけど、はい、あの野菜の下処理がめっちゃ大変なことは先に言っておきます、あのこれは茹でておいて、これはあのオイルとかで揉み込んで2時間寝かせてとか、そんなコースです、はい、鶏より大変やないかいって多分なると思うけどね、はい、
そうなんですよ。なんか、え、取り簡単やのに野菜めっちゃめんどくさい、あーってなると思うけど、それでもいいんだってやるわ。なんか、あれ、こうオーブンから出した時にさ、野菜の中に鶏がパンってこう埋もってる感じがええよね。ね、この周りめっちゃ大変だよ、おせち料理みたいな感じよ。もうこれもあれもこう下準備がみたいな、筑前煮と一緒よ。筑前煮もしんどいもんね。なんか野菜の下処理ってマジでしんどいんでね。はい、すっごい豪華なことを言ってるよ。鶏カツ丼卵とち、やばない？阿波踊りでちょっとなんか親子丼せえってめっちゃやばない？なんぼとろ、あの一皿3,000円ぐらいと。面白いね。面白い面白い。最後にね、唐揚げしてみたり、あの卵とじしてみるっていうやつね。まあでも普通の鶏でもできるしね。すっごい豪華な卵とじになる。めっちゃ面白い。ありがとうございます。あのコンフィとか卵とじとか、はい、唐揚げだったりとか、鶏天、あ、鶏天ね、あ、いいよね、鶏天ね。あ、ありがとうございます。あ、あ、そうそう、鶏天って九州なんですよね。そうそう、あ、鶏天もじゃあちょっと、あっちゃんがメモつってるんでね、はい、鶏天もちょっと考えておきますね。ありがとうございます。はい、じゃああの12月8は何かしらになると思います。あのすんごくめんどくさい野菜を一緒に焼くやつ、もしくは、はい、卵とじだったり唐揚げだったりコンフィだったり鶏天だったり蒸し鶏、蒸し鶏はやったと思います。やったやった。あのね、 YouTube ライブにある、 YouTube ライブ、普通の YouTube の動画にアップしてると思います。あのね、あ、よだれ鶏だ、よだれ鶏で検索してみてください。やってます。はい、まあ、あの蒸し鶏とよだれ鶏はほとんど一緒なんでね、多分あっちで見てもらった方がわかるかなと思います。はい、ということでございました。ありがとうございます。皆さんね、見ていただいて、はい、また明日も放送がありますので、ぜひ明日の放送もご覧になってみてください。はい、骨なし肉はこれでは、これはできますか。あ、あのチキンはね、あの今回骨付きのみになります。はい、骨付きのみになりますのでね、申し訳ないです。あの骨付きしか選択ができませんのでね。で、来年以降が多分、まあ、皆さんのご意見が多かったらいろんな部位を扱うっていうことになると思います。なので、あの今回はちょっとね、あの骨付きのみになるんですけどね、骨付きでやってみてください。ほんで、あのクリスピーチキンの時にも説明するんですけど、あのぶっちゃけ骨付き肉だったらチキンしか料理はないのかって、そうじゃないんですよ。普通に料理バサミでチョキチョキして骨の部分と身の部分で分けるんですね。で、骨の部分はクリスピーのチキンの時にそれでスープにします。はい、あの鶏ガラで効く本当に美味しい阿波踊りのスープができますので、スープにして、で、お肉の部分を、まあ、普通にクリスピーチキンにするんですよ。なので、あの骨付き肉やからっていう骨付き肉しかない料理のレシピっていうんじゃなくて、普通にお肉として考えてほしくて、だから骨とお肉でバラして調理することも全然できます。だから今日ももし骨付き肉が嫌だなって考えるんであれば、届いた時にカットしたいんですよ。カットしてもらって、そのスープの作り方もね、全部動画でアップしておりますので、スープにしてもらって骨の部分は、でカットしたやつは今日のやり方で焼くっていうのでも全然できます。はい、なので骨付き肉だからっていうことでチキンしか選択肢がないんじゃなくて、それをカットしたりとかスープにしたりとか揚げてみたりとか煮てみたりとか、調理法は無限にあるのでね、動画をしっかり見て、あのお肉の扱い方だったり調理法とかを勉強してもらったらいいかなと思います。はい、ということでございました。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。今日は以上になります。そしてまた明日、明日はお昼の12時からハーブチキンがあります。はい、ハーブチキンがあるので、ぜひまたそちらもご覧になってみてください。ということで今日は以上になります。ぜひ皆さんポチッと購入して美味しいクリスマスチキンご家庭で作ってみてください。ということで、またじゃあ明日お会いしましょう。バイバーイ。